さん、こんにちは。芸能界は夢と魅力に満ち溢れていますが、その道を歩む人々には予想もしない困難や選択が伴います。スポットライトを浴びる中で自身のキャリアや人生の進路を見つめ直すことは珍しくありません。芸能活動から一線を画し、全く異なる業界、すなわちアダルトビデオの世界に転身した女性たちの話です。彼女たちがこの道を選んだ背景には様々な理由や事情がありますが、公の場でその決断を語ることはほとんどありません。この動画では彼女たちの選択がどのような影響をもたらしたのか、また彼女たちが直面した挑戦や批判、そして成功について掘り下げていきます。1. 三上岩。三上岩さんは日本の元 AV 女優で、現在はタレントや歌手としても活動しています。1993年8月16日生まれの彼女は神奈川県出身です。三上岩さんは2015年に AV デビューし、その美貌とスタイルで大きな注目を集めました。彼女は特にアイドルグループエビスマスカッツのメンバーとしても知られており、グループ内での活動を通じてさらにファン層を広げています。AV 女優としてのキャリアを引退後、三上岩さんは様々なテレビ番組に出演し、モデル活動も行っています。また彼女は音楽活動にも力を入れており、いくつかのシングルやアルバムをリリースしています。彼女の活動は多岐にわたり、その才能と魅力で多くの人々から支持されています。そんな彼女の転校の経緯を見ていきましょう。三上岩さんは名古屋を拠点とする国民的アイドルグループ SKE48 の元メンバーです。彼女のアイドル時代は多くのファンに支持される中、2013年に男性アイドルとの恋愛スキャンダルが発覚しました。この事件は彼女の公私にわたるイメージに大きなダメージを与え、その結果2014年に SKE48 を卒業することになります。卒業後の彼女はアダルト業界への転身を決意し、2015年にセクシー女優としてデビューしました。この転身は業界内のブラックなイメージや不健全な飲み会などの悪影響が背景にありますが、家族からはこの決断に強く反対され、デビュー発表のわずか10分前に報告したことで彼女は約3ヶ月間家族と絶縁状態になりました。 AV デビュー作プリンセスピーチでの彼女の活躍は目覚ましく、数々の賞を受賞し、瞬く間に業界での注目を集めました。彼女の活動はセクシー女優にとどまらず、自身のアパレルブランド MeYourz をプロデュースするなど幅広い分野で才能を発揮しています。さらに K-POP アイドルグループハニーポップコーンのセンターとしても活躍し、これらの多角的な活動は彼女がただの AV 女優ではなく多面的なエンターテイナーであることを示しています。三上岩さんは30歳まで AV 女優として活動を続け、2023年8月に引退を公表しました。将来的には自らアイドルをプロデュースする夢を持っています。彼女はアイドルオタクとしての経験を生かし、自身が運営するアイドルグループに恋愛禁止のルールを設けるかもしれません。これはアイドルとしてのイメージを保つためであり、彼女自身がアイドル時代に経験した厳しいルールを理解しているからです。彼女はファンの前でのプロ意識の高さを重要視しており、その経験を生かして他のアイドルたちにも同じ姿勢を求めています。三上岩さんは過去のアイドル活動と元 AV 女優としてのキャリアを振り返りながら、アイドル時代に経験したスキャンダルがキャリアにどのような影響を与えたかについて語っています。彼女は AV 女優としての自分を受け入れ、その道での成功を楽しみ、過去のアイドルグループの仲間との関係についても触れています。彼女自身はグループをフルスとは考えず、 AV 業界に属していることで新たな注目を浴びていると感じています。さらにアイドルとしての活動に戻る意思はなく、この分野での仕事が自分にとって興味深いものになっていると確信しています。彼女の多岐にわたる活動は男女問わず多くのフォロワーに支持されており、 SNS でも非常に高い人気を誇っています。 2. 高橋祥子。高橋祥子さんは日本の元 AV 女優で、現在はタレントや歌手として活動しています。1993年5月13日生まれの彼女は東京都出身です。高橋祥子さんは2015年に AV デビューし、その抜群のスタイルと美貌ですぐに業界での注目を集めました。彼女はその後多くのファンを獲得し、数々の賞を受賞するなど業界内で高い評価を受けました。高橋祥子さんは2012年に19歳で高崎祥子の名前で芸能界にデビューし、 G カップの抜群のスタイルで素早く人気を集めた元グラビアアイドルです。彼女の芸能活動は順調に進み、2015年には日テレジェニック2015のメンバーに選ばれる栄誉を手にしましたが、後にこのタイトルを辞退することになります。この決断の背後には彼女を悩ませたスキャンダルやグラビアアイドルとしての将来に対する不安がありました。それらのプレッシャーが彼女に重くのしかかり、業界内のある事件が引き金となり、仕事の継続が困難になるほどの人間不信に陥ってしまったと彼女は語っています。2016年、芸能人専門メーカームテキからのオファーを受け、高橋さんは AV デビューを果たします。彼女にとってこの新たなステージへの転身は経済的にも精神的にも一種の解放を意味していました。
グラビアアイドル時代の月収は約14万円と非常に低く、生活は困窮していたのですが、セクシー女優に転身後は月に100万円単位の給料を得るようになり、過去の努力が報われたと感じるようになります。この経済的な変化は彼女に新たな自信をもたらし、以前よりもエッチなことが好きだという自己認識とともに、 AV 女優としての活動に対しての抵抗感もなかったと述べています。高橋さんはテレビ東京のトークバラエティ番組じっくり聞いたロースター近況報告に出演し、自身のキャリア変遷と心境の変化を赤裸々に語りました。番組ではネプチューンの名倉潤と次長課長の河本純一というベテラン芸人たちが彼女の話に耳を傾け、時には共感を示し、時には励ましの言葉をかけることで、高橋さんが抱えていた不安や苦悩を和らげてくれました。彼女は初めての AV 撮影の経験についても語り、その過程での自己発見と自由な表現の喜びを見出したと述べています。撮影は彼女にとって新たな挑戦であり、自己表現の場として、これまでの抑圧された感情やストレスから解放される手段となったのです。このように高橋祥子さんの物語は、芸能界での苦労と挑戦、そして新たなキャリアへの転身を通じて自己発見と成長の旅路を示しています。彼女の経験は、困難な状況下でも前向きに自己を変革し、新たな道を切り開くことの大切さを教えてくれます。また経済的な成功だけでなく、精神的な充実感を得ることがいかに重要かも強調しています。3分配運配。伊藤さやかさんは1995年7月17日生まれのグラビアアイドル、宮城県仙台市出身で、彼女は YouTuber や TikToker など様々なプラットフォームで活躍するインフルエンサーでもあります。グラビアから TikTok まで幅広い活動を展開しており、運配さんは TikTok で360万人以上のフォロワーを誇るトップインフルエンサーとして広く知られており、 YouTube などでも活躍しています。その要因でもある彼女の魅力の一つは、その H カップの美バストであり、これが彼女のビジュアルコンテンツの人気をさらに高めています。そんな運配さんはセクシー女優としてのデビューを大々的に発表しました。これはファンや業界関係者にとって驚きのニュースであり、彼女のキャリアにおける大きな転機となりました。セクシー女優への転身に際して、運配さんはこの職業を男性を救う素敵な職業と称賛し、彼女自身の決断は金銭的な目的からではなく、長年の憧れ、業界のマイナスイメージを払拭するため、そして自分自身に新たな挑戦を与えることから来ていると説明しています。彼女は後悔するよりは今やろうとの強い意志のもと、新たなキャリアパスを歩み始めており、そのプロセスは多くの注目を集めています。運配さんのデビュー作は2022年2月22日に配信され、彼女のセクシー女優としての活動は動画配信と DVD、ブルーレイの両方でリリースされています。これにより彼女のファン層はさらに拡大しています。また彼女は自身のファンクラブ運配クラブを通じて、グラビア動画や写真、パーソナライズされたメッセージを公開し、ファンとのつながりを強化しています。このファンクラブはミーミューズで運営されており、デジタル写真集の発売など新たなコンテンツの提供も行っています。このキャリアの転換は運配さんにとって単なる職業的な変更以上の意味を持ちます。彼女にとってはセクシー女優としての道を選んだことが、個人としての成長、自己表現の拡張、そして社会的な誤解に挑む勇気の表れとなっています。さらにこの決断は彼女のフォロワーにとっても刺激的であり、セクシャリティとキャリアの選択に関してオープンな議論を促しています。彼女の前向きな姿勢と明るいキャラクターは多くの若いフォロワーにとって魅力的であり、自己実現の可能性を広げる一例として捉えられています。運配さんの物語は変化を恐れずに自分の道を切り開く大切さを教えてくれるものであり、多くの人々に影響を与えています。彼女はこれからも自身のプラットフォームを利用して新たなファンを獲得し、既存のファンとの関係を深めていくことでしょう。4. 坂口安里。坂口安里さんは日本の元タレントであり AV 女優です。彼女は1989年3月3日に生まれ、女優の坂口涼子さんと俳優の渡辺徹さんの娘としても知られています。坂口安里さんはもともと一般のタレントとして活動を始め、バラエティ番組などに出演していましたが、後にアダルトビデオ業界に転身しました。この転身はメディアで大きく報じられ、多くの議論を呼びました。その後彼女は数々の問題行動や法的なトラブルに見舞われることもあり、その度にメディアの注目を集めています。坂口安里さんの人生はセクシー女優としてのキャリアを開始する前から複雑で困難に満ちていました。元タレントとしての彼女の活動は、ホストクラブへの頻繁な通いという私生活の問題が原因で大きな借金を抱えることとなりました。これが彼女の人生の方向を大きく変えるきっかけとなり、2016年には経済的な窮状を背景にセクシー女優へと転身する決断をします。彼女の初めてのアダルト作品はフルヌードを含むが、性交を伴わない比較的ソフトなアダルトイメージビデオであり、その発売に合わせてヘアヌード写真集も市場に投入される計画でした。
この時期の彼女のキャリア変更は芸能界に大きな衝撃を与え、彼女の個人的な事情や選択が大きくメディアに取り上げられることとなりました。坂口さんの経済状況は、母から残された約2000万円をホストクラブで使い果たし、さらに500万円以上の借金があったと報じられ、これが彼女をセクシー女優としての道へと進ませた主な動機の一つとされています。また彼女はアンリという芸名でセクシー女優として活動を始め、新たな人生の一章を開いたのです。2017年には坂口さんは芸能界からの引退を公表し、キャバクラでの勤務を始めました。彼女のこの発表は個人的な再出発を象徴するものであり、セクシー女優としてのキャリアから一線を画すものでした。しかしその後も彼女の人生は平穏無事ではありませんでした。2017年4月には知人のホストから現金3万円を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂容疑で逮捕されるという事件が発生しました。この逮捕は彼女の公的なイメージにさらなる打撃を与え、彼女の行動が大きく報道されることとなりました。家庭環境についても坂口さんは複雑な背景を持っています。彼女の母は知名度の高い女優坂口涼子さんであり、父は借金問題を抱えた元不動産会社社長です。また彼女には慶応義塾大学医学部を卒業し医師として勤務している兄がいますが、2人の関係は報道によると疎遠になっているとされます。これらの家庭内の状況も彼女の精神的な負担を増加させる要因となっている可能性があります。坂口杏里さんのこれまでの人生は多くの挑戦、困難、そして変化に満ちており、彼女の決断や行動は常に大きな注目を集めてきました。彼女の物語は公的な人物としての生活が個人の精神的健康や経済的安定にどのような影響を与えうるかを浮き彫りにしています。5. 小向井美奈子。小向井美奈子さんは日本の元グラビアアイドルで女優です。1978年7月27日に生まれた彼女は10代の頃から芸能活動を開始し、グラビアアイドルとして多くのファンを獲得しました。その後テレビドラマや映画にも出演し、女優としても活躍しました。しかし小向井美奈子さんのキャリアは私生活での問題により何度か中断を余儀なくされました。小向井美奈子さんの人生とキャリアは挑戦と逆境を乗り越え、新たな道を模索し続ける一連の出来事によって形成されています。彼女が最初に芸能界に足を踏み入れたのは15歳の時で、グラビアアイドルとして活躍し始めました。若くして脚光を浴びた小向井さんですが、芸能界の厳しいプレッシャーや個人的な問題が彼女の精神的な健康に影響を及ぼしました。特に覚醒剤との関連で複数回逮捕されるという深刻な法的問題は彼女のキャリアにおいて大きな転機となりました。2009年に覚醒剤の共同所持で初めて逮捕されて以降、小向井さんの人生は一変しました。彼女はこれをきっかけに自らの行動に対する深い罪の意識と周囲への迷惑を考慮し、自責の念に駆られました。かつては AV だけはやらないと公言していた小向井さんでしたが、複数回の逮捕経験とその後の反省から彼女は最終的にセクシー女優としての活動を開始することを決意しました。これは彼女にとって過去の行動に対する一種の償いであり、自らの罪を認め新たな人生を歩み始めるための一歩でした。小向井さんの AV デビュー作は、実際には彼女がフィリピンに逃亡中だったため当初はお蔵入りとなっていました。この期間中に撮影された映像は後に流出し、彼女の存在が再び世間に知られることとなりました。この幻の AV デビュー作として報じられた映像は、発売を自粛した AV デビュー前のお蔵入り映像が流出という形で公にされ、彼女のキャリアにおいて再び注目を集めることとなりました。その後彼女は芸能活動を再開し、 AV 女優としてだけでなくストリッパーとしても活動を始めました。全国の舞台でその才能を発揮し、さらには無修正作品にも出演するなど自己表現の幅を広げています。現在は AV 女優としての活動を休止していますが、ストリッパーとしての活動においては彼女は多くの観客を魅了し続けています。小向井美奈子さんの人生は過去の挑戦から新たな自己表現へと進化し続ける過程を示しています。彼女の物語は個人が直面する困難を乗り越え自己改革を遂げる旅であり、過去の過ちを乗り越え新たな自己を見つめ直す勇気の重要性を教えてくれます。彼女は自己の過ちを認め、それに立ち向かうことで自身の人生をより豊かなものに変える方法を見つけ出しています。 6. 中村美優。中村美優さんは日本の元グラビアアイドルで後にアダルトビデオ女優に転身した人物です。彼女は1987年12月14日に生まれ、若い頃からグラビアアイドルとして活動を開始しました。中村さんはその後写真集や DVD などで人気を博し、特に若者からの支持を得ました。その美貌と抜群のプロポーションで知られる中村さんは、一時期はエンターテインメント業界で非常に注目される存在でした。中村美優さんのキャリアは芸能界入りから
AV 女優への転身、そしてその後の成功まで非常に変動の多い経歴を持っています。彼女が最初に芸能界に足を踏み入れたのは地方アイドル発掘オーディションを通じてであり、その後グラビアアイドルとして著名になりました。グラビアアイドルとしての彼女はその挑発的な水着姿と過激なポージングで多くのファンを獲得し、瞬く間に注目を集める存在となりました。2009年には彼女は所属事務所の取締役に就任し、表舞台だけでなく裏方としての活動も行っていましたが、2011年にヌード解禁と同時に芸能界から引退を公表しました。引退後は一時風俗業界で働いていたことが報じられ、彼女の人生の新たな章が始まったとも言えます。2017年に入ると彼女の AV 女優としてのデビューが東京スポーツによって報じられ、これが大きな反響を呼びました。中村さんの AV デビューは芸能人専門の AV メーカー無敵からリリースされる予定で、このメーカーは以前から芸能人の AV デビューを手掛けていることで知られています。デビュー作の発表に際して彼女は Twitter アカウントを開設し、自身の新たなキャリアについて直接ファンとコミュニケーションを取るようになりました。このデビュー作の具体的な発売時期は5月から6月頃とされ、中村さんがこの道を続けるかどうかはまだ不透明であるものの、彼女の新たなスタートは多くの注目を集めています。中村美優さんの AV 女優としてのキャリアは成功を収めており、彼女は AV 作品で定期的に新作をリリースし続け、その魅力的なパフォーマンスで多くの男性ファンを魅了しています。彼女の活動は多くの賞を受賞し、 AV 業界での地位を確立しています。さらに AV 作品の販売ランキングでも常に高い位置を確保しており、その成功は彼女の選択が正しかったことを証明しています。中村美優さんの物語は自己表現とキャリアの多様性についての重要な洞察を提供しています。彼女の人生は個人が直面する困難に対してどのように対応し変化に適応するかの一例として見ることができ、公の場での自己表現とプライベートな挑戦がどのように交錯するかを示しています。また彼女の経歴は社会的なスティグマや期待を乗り越え、自身の道を切り開く過程を通じて多くの人々に影響を与えるストーリーとなっていますね。7点、山口莉子。山口莉子さんは元 AKB48 メンバーであり、後にアダルトビデオ女優として活動した日本のタレントです。彼女は AKB48 の Q チーム A のメンバーとしても知られており、中西里奈という名前で活動していました。その後山口莉子という芸名でアダルトビデオ業界に転身し、その美貌とパフォーマンスで一定の知名度を獲得しました。山口莉子さん、本名中西里奈は AKB48 の元メンバーとしても知られていますが、彼女のキャリアの転向はエンターテイメント業界内外で大きな話題となりました。彼女は AKB48 加入後の2005年から2008年までの間グループの活動に参加しましたが、グループを卒業後の2010年には異例のキャリアチェンジを遂げ、山口莉子として新たなステージでの活動を開始しました。彼女のこの決断は元アイドルから AV 女優への転身という当時としては非常に珍しいケースであり、大きな注目を集めました。彼女の AV デビューはアリスジャパンからリリースされ、デビュー作は発売1ヶ月で8万本を超える売り上げを記録するなど商業的にも非常に成功しました。しかしこの転身は元所属事務所との間で肖像権と契約に関する法廷闘争に発展しました。元所属事務所は山口莉子さんの AV 出演が契約違反であると主張し、彼女に対して法的措置を取りました。この訴訟は元アイドルのイメージと新たなキャリアパスとの間の葛藤を如実に示すものであり、公の場での彼女のキャリアに関する議論をさらに加熱させました。山口莉子さんの AV 業界への転身は叶えたい夢があったと彼女自身が述べており、その中には歌手活動への道も含まれていたとされています。しかし彼女の決断は一部で批判的な反応を引き出し、元 AKB48 メンバーとしての清純なイメージとのギャップに戸惑う声も多く聞かれました。2012年には芸能界を引退し、その後の人生で結婚と出産を経て現在は一般人としての生活を送っています。山口莉子さんのケースはアイドルとしての公のイメージと個人の選択との間の緊張関係およびその選択が大きな注目を集めることの社会的な意味について考察する上で興味深い事例です。彼女の人生の転機は個人が自らの人生とキャリアの選択をどのようにコントロールするか、またそれが公衆の目にどのように映るかという広範な議論を呼びますね。8、西本遥香。西本遥香さんは日本の女優、タレント、グラビアアイドルとして活動しており、お笑いコンビパイレーツの元メンバーとしても知られています。彼女は1978年4月21日生まれで、東京都西多摩郡日の出町出身です。西本遥香さんはそのルックスと多彩な才能で広く認知されています。グラビアアイドルとしてのキャリアを通じて彼女は雑誌の表紙を飾り、多くのファンの注目を集めました。またタレントとしてもテレビ番組やイベントに多数出演し、その明るい人柄と親しみやすいキャラクターで人気を博しています。西本遥香さんはそのキャリアを通じて多様な役割を経験してきた人物です。
彼女はもともとお笑いコンビパイレーツのメンバーとしてエンターテインメント業界に足を踏み入れました。コンビとしての活動を通じて名声を得た後、解散を経て彼女は芸能活動の幅を広げ、グラビアアイドルや女優としても活動し始めました。女優としてのキャリアでは2006年の映画闇の中での彼女の演技が注目され、彼女の演技力に対する評価が高まりました。映画、舞台、テレビドラマといったさまざまなメディアでの活躍を経て、西本さんは自身の芸能人としてのキャリアをさらに深めていきました。しかしながら2012年には大きなキャリアの転換を遂げ、芸能人専用レーベル無敵からセクシー女優としてデビューしました。この決断は彼女が抱いていた女優としての夢と新たなチャレンジを求める意思の表れとされています。西本さんにとってこれは芸能活動の中で新しい領域への挑戦であり、自身の表現の幅を広げる機会でもありました。セクシー女優としての活動は短期間で終了し、その後の公の場での活動は減少しました。この時期のキャリアの変遷は彼女が直面した業界の困難や個人的な決断が反映されている可能性があります。現在は公の活動を控えているものの、西本遥香さんの経歴は多様な舞台での彼女の才能と適応力を示しており、芸能界における彼女の足跡は多くの人々に影響を与え続けています。西本遥香さんのような芸能人のキャリアの変遷は一般的には珍しいものではありますが、彼女のようにような分野で成功を収めた後新たな分野に挑戦することは彼女の探求心と芸術に対する情熱を反映しています。その決断が彼女自身にとって、また観客にとってどのような意味を持つのか、その影響は今後も注目されるでしょう。今回は元芸能人から AV 女優へと転身し大胆なキャリア変更を選んだ数々の有名人たちをご紹介しました。彼女らはそれぞれ自身のキャリアで新たな道を模索し、異なる形での表現を追求する決断をしました。これらの転身はしばしば社会的な議論や注目を集めることがありますが、個々の決断としての勇気と自己実現への強い意志が感じられる事例と言えるでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。彼女らの決断についてどのように思われましたか？コメントでのご意見もお待ちしております。もしまだチャンネル登録がお済みでない方は、登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。